西の穴将軍田崎 TM、アスクワンタイム、昨年夏に小倉2歳 S を勝った後は、距離を伸ばして使われてきたが、スタートに加えて気象面での課題も生じて、なかなかかみ合わないレースが続いていた。ただ、前走の立花 S はマイルから1400メートルに短縮されたこともあってか、コン×にない末足を発揮しての4着。状態に関しては全く問題がなく、 ベストの 1200m でスタートを決めて流れに乗れるようなら本領を発揮できるはずだ。昨年までの別廷戦だったならタバよりも金量を処和されていたところだが今年からバレー戦に変わったことも追い風となる。